〇〇を減らせばその仕事もっと良くなる。実は日々のプリント業務の中には隠れた改善ポイントがたくさんあるんです。学校現場編、作業負担を減らして改善。ここは学校の職員室。おや、困っている人がいますよ。改善ポイント発見。オルフィスでもっと良くなる。たくさんの書類の作成や管理が必要な学校では、職員会議や保護者会の資料作成は調合作業やステープル止めに時間がかかる。資料を配る前や紙折り機を使用する前の紙揃えの作業が面倒。生徒に配る教材を作成する際の切り貼りでの手作業を減らしたい。生徒の答案用紙や研究発表会の資料など紙媒体での保管がかさばるものをデータ化したいが、時間も手間もかかるのでなかなか手がつけられない、などの声を聞きます。オルフィスなら時間がかかっていたステープル止めや調合作業も全自動。手作業の手間がなくなり、多くの先生方に資料作成の協力をお願いする必要もなくなります。ステープルや調合ができるオプションをつけても職員室に収まる小スペース設計。手作業で資料作成した場合はおよそ55分かかりますが、オルフィスならおよそ12分で完了。プリント、仕分け、ステープル止めと3つの作業工程はボタンを押すだけで完了するので、人手を抑えて単純作業にかかる時間を大幅削減できます。さらに油性顔料インクの採用で印刷後の用紙の変形を抑え、まっすぐで取り出しやすい印刷物の廃止が可能。紙揃えの作業が軽減され、教室でプリントを配る際も紙折り機や断裁機を使用する場合もストレスなくスムーズに行えます。また毎分100ページの圧倒的なスキャンスピードで紙媒体の管理物も簡単にデータ化が可能。さらに教材作成の際は写真や画像をスキャンしてパソコンに取り込めば、切り貼りの手作業も必要ありません。デジタル採点システムを導入・検討している場合でも答案用紙をスムーズにデータ化することが可能です。人手や時間が必要だった作業はオルフィスを使うことで業務効率が格段にアップ。先生方のお仕事をぐーんと効率化します。作業負担を減らしてその仕事もっと良くする。理想のオルフィス。理想科学。